全頭共通テスト模試の結果が返ってきたということで、プレは難しかったんでしょう。今日問題解いてもらいます。はい、新刊出ましたので、共通テスト本当にスポカしか出さないです。で始まりました、もてつちゃんです。さあ今回ですね、坂井さんに来ていただいて、はい、第3回全頭共通テスト模試の結果が返ってきたということで、はい、じゃあどうだったのか見てみたいと思います。はい、結果英語、リーディングが上ってこと、英語って書いてあるんで、リーディングが82点、おー偏差値62になってる、学力レベル A になってる、へえ、目標点は90点だったんです。そうですね、82、自己採点立ってたと。それに対してリスニングが下がったな、だいぶリスニングが59点、はい、低っ、偏差値 54.7 し、あんなにできてたのになんでリスニングができなかった。いやちょっとこの推しからリスニングはもう全然ダメになっちゃいましたね、うん、なんでむずくなったの。いや リスニング力上がってないってこと。そうですね、リスニングの勉強はまだ特訓としては始めてないですけど、うん、シャドーイングしたり音楽したりっていうのが自分で進めてます、ね、そう、いや特訓としてこれ始めた方がいいんじゃないで、英語141、合計 159.4p、 まあ7割で、国語が102点、偏差値 50.1、 これそれぞれ、はい、評論33、小説18、古文25、漢文26、ああ半分は取れたわけね、古文漢文、あ漢文は自分で勉強してる、漢文はまだです、まだ、ただもう少しで始めるっていうのが、なるほど、まあまぐれ当たり感があるわけですね、逆交換は。そうですね、まあ波が激しい、ね、そうですね、じゃあ早稲田大学スポカ E 判定ですね、はい、ボーダーライン170点ぐらいだろうという、で140点になってるからね、なるほど、第一志望者の中90位、総志望者の中171位、なるほどね、そういう状況だったということ、まだまだいい判定です、はい、厳しい状況ですね。東京経済大でしたら B 判定A じゃないんだ、なるほどね、じゃあ分かりました、そんな坂上さんに今日問題解いてもらいます。はい、新刊出ましたので共通テストリーディングとリスニングです。そこに後ろに模試ついてますから、この模試解いてもらいます。ダウンロードの方法は調べてください、はい、80分と30分ですね、はい、後ろの模試の機会、はい、やってみてください、はい、ではやってもらいましょう。はい、やってもらいましたけどどうでしたか。いやまあなんかいつもよりはうまくいけたかな。おお、いつもよりはいつもがうまくいってないか。それはそれで、なんかで前なんだっけ、プレは難しかったんでしょ。あれはもうみんなすごい難かったですよ。あれはすごいやばかった。やばい、やばいです。そうなんだ、まあそのプレに比べればそうですね、どうだったということで、じゃあそれぞれどうだったのかですね、模擬試験ですね、こう別冊で取れて、こう分厚いんですよ意外とね、意外とこう、はい、ではチェックしますね、じゃあリーディングからいきますけど、81点ということで、おお、まあ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 、さっきのあの模試と1点違いなんでそこまで変わってはいないですけど、やっぱちょっとずつ間違えるって感じか。どうの後ろの方がやりやすい、第5問第6問とかの方が、ここは読みづらかったです、 A が読みづらかったです、第6問の A は読みづらかったけど、でもあれだよね、第2問はだいぶ取れてるけど、まあでもそうか、第1問も第2問も1つ落としてる、第3問が2つ落としてる、第4問も1、なんかもう、なんかもう、なんていうか、ちょこっちょこっちょこっと落としていく、爪が甘いっていう感じですね。そこをなんとかしないといけないな、やっぱり、爪の甘さを。じゃあ、ちょっとこの、全く本当の実力がわからないリスニング、上がったり下がったりするリスニングの方は、リスニングの方は、はい、79、おまあ、8割近くってことですね。第4問がだいぶ落としてるな。ああ、そこ全く分かんなかったです。ああ、聞き取れなかったってことね。ああ、第2問は全問正解してるけど、なんかやっぱ微妙にって感じだね。やっぱこう8割を貫けないっていう感じだと思いますが、まあ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 、それぐらいは取れると。じゃあまあ、でも英語の実力が上がってきた。
じゃないかと。そうですね、リーディングは最初に比べればもう最後まで解き割りになった、うん、ああなるほどなるほど、よかった。さっきの模試の結果だけだったらね、もう批判コメント殺到みたいになったけど、ここでまあ2つ合わせれば8割ですから、あとまあ、やっぱ9割目標なんで、あと 10% の上乗せですね、はい、それぞれ。でも読めるようにやっぱなった。そうですね、ただもうプレの悪い印象しかもう、ああなるほどね、感じなくてもう結構来てますね。まあ模試は模試だからね、本番どうなるか全く分かんないんで、まだ2年目なんでね、次はそういう感じで。じゃあもう英語の勉強は何、もう構文とかもやった、もう終わって、まあ、長文、そうですね、もうハイトレも終わって、でうん、ハイパートレーニングですね。そうですね、で今週はないですね、英語に関しては。もあ、熟語を始めました、うん、あ熟語、はいはい言ってた、はい、分かった、はい、熟語をやって、じゃあまあリスニング行かなきゃじゃない、そしたら。そうですね、こっからそうね、リスニングもじゃあちょっと言っといて、リスニング始めたいですはい、それで国語は、まあ、国語はまあ原文はもう過去問演習、ああなるほど、じゃあセンター試験のやつってね、そうですね、で本はまだできない文法のとことかを復習しながら長文の演習をやってるって感じです、ね、古文はむずいからね、本当に。で漢文が回ったのかな、漢文スタートしてどれぐらい上がるかだな。そうですね、やっぱね9割目標で9割届かなくても8割5分とかで、もう志望校とかいわゆる志望校とかも、ね、出すやつ始まるわけで、いよいよ出願、本当にスポカしか出さないのかっていうのね、はまあ分かんないですけど、まあ、法制は出した方がいいんじゃないのとは思ってますけどね。ああ書いてないんだね、模試のやつには多分次あたりの模試から、あ、プレに書いた、うん、もう一応全部埋めるようにしてるんです。なるほどなるほど、いろんな他の志望校も書いてどうなるかっていうですね、はい、そうですね、なるほど、まあ、そっちの方が動画的にもいいと思うし、みんなあそうなんだ、そこ受けるんだってなると思うんで、はい、じゃあそれで期待していいのかな。こうまあ分かんないんでね、英国っていうのはね、本当になんかその文章によって全然違ったりするから、読むものによって全然力が出る出ないが出てきちゃったりするものではあるので、はい、ただ共通テストレベルなんて、なんかまあ、じゃあ一応ねプレの結果も発表はすると思いますけど、はい、まあ、プレは皆さん本当に、えあのプレだけ、河合のプレだけ受けたの、他のプレは受けてないは受けてないですね。スンダベネッセとかもやってない、スンダベネッセは来週あたりです、ね、あ12月5日ですね。なるほど、じゃあそこに受けてその結果とか、またあのいわゆる予想問題パック あれらもありますから、あの辺もまあやっていくかなと思いますんで、はい、はい、じゃあそれをまた頑張っていきましょう、はい、じゃあぜひ応援してください、はい、ご視聴ありがとうございました。それぞれそうね、模試パック毎週持ってきてることになる毎週模試なんだっていうはい、今日頑張ってください。頑張ります。あとこれ忘れずに皆さん、はい、ぜひ買ってください。